湾やりたい。私も台湾に高島やりたい。あ、確かに。本日はラホルジュルネ琵琶湖2016へお越しいただきまして誠にありがとうございます。まもなく15時5分よりこちら湖畔キオスクにて公演を行います。ご出演いただきますのは今朝の大ホールの公演でも大変素晴らしく大熱狂のステージを見せてくださいました京都立花高等学校吹奏楽部の皆さんです。もうしばらく皆様そのままでお待ちくださいませ。
さんのお客様にお集まりいただきましてありがとうございます。大変お待たせいたしました。京都立花高等学校吹奏楽部の演奏をお聴きいただきます。それではお願いします。はい、ありがとうございます。京都立花高校でございます。朝は本当にたくさん入っていただきましてありがとうございました。あんな大きなね、あのホールが我々のようなあの高校の単なる部活に、満員にしていただいて本当にありがとうございます。で今回もこんだけたくさん集まっていただいて本当にありがとうございます。ですね、今出ておりますのが 2,3 年生でしてですね、さすがに1年生まだ入ったところなんてこっちに出すほどでもないんですが、実は来週ですね、万博公園でね、関西の吹奏楽連盟の一番大きな行事のブラスエキスポっていうのがございまして、そこで1年生もね、あのパレードにデビューいたしますんで、ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。はい。で、今からそのパレードで演奏する曲をねやらせていただきたいと思います。ここからはホール内でやったと違うねプログラムになってまいります。今最初に演奏しましたのはね、ウィンターゲームスといって、よく最初にねマーチングの最初に演奏する曲でございましてですね、カナダのカルガリーオリンピックの時のテーマソングね、 FM 心のニュースのバックに流れてるやつでございます。で最後はヘイでございます。で、あのパレードの曲も最後はヘイで終わりますんで、うちいつ終わったかはヘイ言うかどうかで聞いていただいたらヘイで終わりますね、必ずね。はい。で、パレード曲の2016年バージョンでございます。まだ人前でやるのは3回目です。最近滋賀県づいてまいりましてね、先週の今日今頃はね、あのブルーメの丘さんでパレードをしておりまして、その時にねこれをもうやっとったんですけども、あのうちの例年の最初はダウンバイザリバーサイドというね曲で、どんな年もそれから始まるんです。その後がちょっと古いアメリカンポップス、
今年はねジャクソン5とかそういうのが出てまいりますんでね、そういうのがありまして、そっから延々とディズニーのメドレーになります。途中で歌が入ったりね、あのいろいろするんですが、今年はちょっと変わったのは最後の方にパイレーツが出てきます。パイレーツオブカリビアン、これがパレードに出てくるのは初めてではないかと思います。新しい試みです。それから最後はサンバで終わるんですが、あ、これは先ほども演奏いたしましたあのファイアボールというね、曲がございまして、それで一番最後で、一番最後はおめでありますか、ヘイですね、はい、ということでヘイまで結構あるんですよ、これ10数分ちょっと長いですけど我慢して聞いてください。それでは2016年の、パレード曲のメドレーです。どうぞよろしくお願いします。